2015年7月14日、突如としてこのような書き込みがなされた。結婚すると決まって、仲良い同期たちに発表したら祝いの飲み会をしてもらえるということになって、その夜居酒屋に行った。最初のうちは和やかだったんだが、酒が入っていくうち。なんでお前みたいなのが結婚できるの？嘘なんじゃね？正直に言ってみれ。嫁の写真見せろ。どうせブスなんだろう。と皆がニヤニヤバカにしてきた。チビの遺伝子残すなよ。子供作るなよ。社会にガマルジ増やすなよ。嫁もチビなの？やっぱ変わった S○○ してんの？まで言ったあたりで我慢できなくなって金を置いて帰った。確かにチビだし、それは病気のせいだけど遺伝する病気ではないんだ。体のハンデがあるからなるべく明るくしてきたし、コミュ力磨いて、勉強頑張って努力してきたつもりだったけど、やっぱみんな心の底じゃ、危険、ガマルジ、って思ってたんだなぁと、がっくり来てしまった。結婚式やる予定だったが、やりたくなくなってしまった。でも今更やりたくないなんて言ったら、彼女も困るよな。ドレス着るのは女の夢だろうし。でも横に立つ勇気がなくなってしまった。同僚たちを招待する予定だったがそれも無理だな。彼女に正直に上のことを打ち明けようかと思ったがその勇気もない。彼女に対しては見栄を張りたい気持ちがあって、こんなこと言えそうにない。バカみたいだろうが男のプライドの問題というか、気持ちが落ち着くまで式を延期してもらった方がいいだろうか。中止よりは延期の方がいいよな。一週間くらいぐだぐだ考えてる。私があなたのフィアンセだったら今のその気持ちを吐露してもらいたい。これから一生お互いを支え合う相手だよ。辛いことだって話してほしいよ。そんな奴ら招待することないよ。招待料はもう送っちゃったの？中止よりははるかに延期の方がマシだけど、病気とかそういうのでないなら延期も嫌かな。でもフィアンセ次第だよ。実はこんなことがあってせっかく幸せな時期なはずなのに今辛くてさって話してみなよ。別に言う必要なくね。今まで頑張ってきたんじゃん立派だよ。結婚おめでとう。彼女ともっと幸せになってね。今時会社の人まで招待するほど大掛かりな式するのも珍しい。そんな人たち呼んだら台無しにされそうだし、身内だけにしてもいいんじゃないか。もう規模も決まってたらごめんよ。彼女はそういったところも含めてあなたと結婚することを決めたんだろ。幸せになりな。一致です、ありがとう。彼女もこの人と同じことを言いそうなんだが、言いたくないってのは俺のくだらないプライドだね。でも理由も言わず延期したいって言っても彼女だって納得できないだろうし、言わなくちゃいけないよな。変な話、俺自分のこと、チビだ、って笑うことはできるのに病気だとか、それで他人にどう思われたとか口に出して言えないんだよね。ちょっと気を落ち着けてみる。体に関するコンプレックスって、周りが思うより本人は気にしてるし傷つくんだよね。自分も、どうにもならないコンプレックス持ちで、周りにそれをからかわれた時は笑ってごまかしてるけど本当はすごいストレス感じてる。それを理解し結婚まで決意してくれた彼女さんに出会えて、一気は本当に羨ましい。おめでとう。お幸せに。結婚おめでとう。飲み会のメンツは呼ばなくていいよ。お祝いの席にふさわしくないからね。そんな人たちは無視して、予定通り式をするのが一番だと思うけど。だって、そんな人たちにいろいろ言われて中止や延期にしたが、後でまたあることないこと言われそうじゃない？あなたと彼女が幸せになるのが悔しいんだろうから、たっぷり悔しがらせてやりなさいな。好きな人が自分を知らないところで苦しんでるってのは自分の痛みよりよっぽど痛いよ。言ってみ。まずそこで二人の愛情が一個レベルアップするはずだよ。なんか、怖い会社だな。普段仲良い同期がそんな悪意満々のからかい方するなんて、その場にいたら軽くホラーだよな。そいつらは未婚、やっかみなのかな？同僚のこと話したらきっと奥さんなんだそんなことで悩んでたの？って笑ってくれるよ。あなたの体のことわかってて好きになってくれた奥さんでしょ。第一の試練だと思って話してごらん。ちょっと嫌なこと言うけど、あなたの男のプライドは半分だけ捨ててもいいと思うよ。結婚式ってお披露目も大事だけど、確か二人で誓う言葉に、辞める時も健やかなる時も、ってあるんだし。これから先も人生ずっと一緒にいて、また今回みたいなことがあった時、男のプライドだから言わない。って何年も何年も我慢してたら言葉の痛みに慣れる前にあなたがストレスで参ってしまうよ。奥さんなんて結婚式の次の日から数十年毎日あなたを見ていくんだから、割と早く気づいて、どうしたの？って思うし、聞くし、多分あなたの不安を取り除こうとするよ。ドレスって書いてるから教会式だと思ったけど人前式だったらごめん。
何が言いたいのかっていうと、男のプライドはわかるんだけど、結婚前からこういう悩みを一週間悶々と持つタイプは、結婚後もプライドを維持しきれなくて妻に悩みバレちゃいます。それでも、どうしても今は言えないというなら、あなたの持ち前の明るさを使って、もう、あいつら呼ばない。わけは聞かないでね。大人げない喧嘩してしまって自分が恥ずかしいわ。とかなんとか言って、代わりにこの人たち呼ぶ、実は新人時代に恩があって。って適当なこと言ってすっぽりその人数リスト紙に書いて嫁に渡せばいい。口頭だと表情で察されちゃう。しかし、この話釣りだといいな。同僚全員で一人に対してこれっていぎりというよりいぎめだよ。誰か一人でもいいから謝罪の連絡来てればいいけどさ。見ず知らずの奴らが、おめでとう、というくらいめでたいことなんなんだぜ。堂々としろよ。そんなんで彼女幸せにできんのかこの野郎。いつ何時、誰の挑戦でも受けろ。ここで気遣ってもしょうがないからはっきり言うけど、みんな心の中では思ってるよ。ハゲを見て、ハゲな、と思うのと同じ程度だけどね。ただし普通はそれを言わないし、言う奴はよっぽど仲いいかクズもどっちか。内容を見る限りクズっぽいからわざわざクズを呼ばなくていいんじゃない？世の中にはまともな人はいっぱいいるからクズと絡む必要はない。多分明るく振る舞ってるのを舐められたんだろうな。いろいろ考えているようなこと書いてるけど現状は何もしていない、だからな。しかし、誰一人謝罪にも来ない奴らが仲いい同期たち、なのか。今回の件で友達じゃなかったって分かってよかったよ。結婚してから家になんか呼んだとしたら、怖すぎる。確認だけど同僚は呼ばないんだよね。自分が妻の立場なら、夫のことを侮辱する人間に式に来てほしくないし、のこのこ来るなら許せない。夫にも腹立つかも。まだ招待状送ってないなら家族で式するか、呼ぶのは本当に祝ってくれる友人までにすれば、自分が他人にけなされたことを、近い人に特に言えないのはわかるよ。学校でいじめられてるけど親にだけは隠したい、知られたくないと思う子供もいるよね。私も体にコンプレックスあって、赤の他人から悪意を持ってけなされることがあったけど、そんなことは親にも言えなかったし夫にも知られたくないと思ってるし、これからも言うつもりはないよ。男のプライド、とか子供の意義とかじゃなくて、人間の尊厳に関わる当然の気持ちだと思ってるよ。本当に祝ってくれる相手だけを呼んでこぎんまりと、アットホームな式をしたい、って話したら、彼女も理解してくれないかな？今は盛大にやる必要ないし、資金は新婚旅行や新生活や子供のために使いたいって理由つけたり、小規模の方がゲストとか言わする機会も増えるから、とか利点もあるからね。ドレスを着たい、という希望が強いなら、式を小さくする代わりにロケーションフォト撮って綺麗な姿を残そう、っていうとか。正直、綺麗なドレス着ても高砂に座りっぱなしがもったいないし、綺麗な写真を残した方が年賀状なり節目に見返したり、目に触れること多いからね。それから2週間経ち、一致からの続報が上がります。結婚すると言ったら同僚に、チビの遺伝子残すな、と言われたものです。あれから彼女と話し合って、式の規模を小さめにし、親戚と極親しい友人のみで海辺のチャペルで式、近くのレストランで披露パーティーということに決定しました。彼女は俺より10センチほど背が高いのでヒールを履くとかなりの身長差になってしまう。気を使ってヒールなしの靴をドレスに合わせてくれてたんだが、ごちゃごちゃ言う奴は呼ばないことにしたんだし、どうせなら目いっぱい綺麗でかっこいい嫁にしてくれ。ってことで、ちゃんとドレスに合うヒール靴を履いてもらうことにも決定。一気に吹っ切れた感じです。これから式だけじゃなく洗いとか保険の変更とかいろいろやること満載だが、がぜん楽しくなってきました。愚痴を聞いてくれてありがとうございました。幸せになってなぁ。よかったね。おめでとう。内容忘れたけど覚えてるよ。素敵な奥様とお幸せに。おめでとう。覚えてるよ。台無しにされるから呼ぶなって答えたと思う。よかったね。結婚式は花嫁が主役さ。思い切り綺麗にしたれ。よかったね。おめでとう。二人が幸せになれる呪いかけておくよ。覚えてる。よかったね。お幸せに。自分晴れ女だから、式の当日晴れるように念を送っとくわ。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。